今日はホーム解禁がもしかしたらポケモンデーで発表されるかもしれないということで、ポケモンホーム解禁でやるべきことアルセウス編やっていきたいと思います。剣盾と同じようにホームとアルセウスのゲームを自由にいつでも出し入れできる前提で話していくのであしからず。一つ目、図鑑梅とポケモンを並べる。これはアルセウスの分身いっぱいゲットしたい向けの人のものね。アルセウスと出会うためにはアルセウス内定の全てのポケモンを捕まえる必要があるの。つまり、図鑑梅をすぐできるように並べとけばいつでもアルセウスに出会えますね。なんたるせこい思考。ホームであらかじめ貯めとくのもありだけど、やっぱりゲームの性質上レジェンズアルセウスで捕まえといて並べときたいわね。もし仮に、ヘビーボールやフェザーボールが遺伝可能なら、全部それにしときたいわね。それだけでレジェンズアルセウスで捕まえた証拠にもなりますし、いいおしゃぼになりますよね。と言ったけど、何ですか？解析によると、レジェンズアルセウスで捕まえたポケモンは一つのボールにまとめられてるらしいわね。じゃあパルキア、ピアルガをわざわざオリジンボールで捕まえた私はどうなるんですか？おとなしく、翡翠地方で遊びましょう。一応、公式の情報ではないので、確定ではないのであしからず。あと、アカウント作りまくるのは規約違反になりうるので注意しましょう。特に翡翠の姿のポケモンは GTS でもよく出回りそうなので、今のうちに送るように何匹か作っておくべきかもしれないわね。二つ目は好きな色違いを捕まえることよ。今回のゲームの色違いは捕まえやすい印象にあるわ。光るお守りと図鑑タスクマックス、大量発生でかなりの確率でゲットできるから、たくさんゲットしとくのをおすすめするわ。ちなみに画像はウプ主が入手できた色違いです。こういうのもあれですけど、なんか序盤感がすごいですね。ちなみにうち3体が自然遭遇です。この人おすすめという割には厳選してないな。話を戻すと、仮に一つのボールにまとめられるにしてもおしゃぼ扱いにもできるし、好きなポケモンを色違いで対戦なんかで使えると嬉しいわね。はい、今日はここまでです。はや、よく考えたけど実はそんなになかったわ。あとはアルセウス DLC を望むか、剣盾ワンチャン内定ポケモン増えるに期待して時を待ちましょう。まあこのボールの解析が本当なら、ホーム解禁も近いかもしれませんね。私はレジェンズアルセウスにポケモン号で捕まえたダークライ持ってきて並べて遊びたい。ずっとホームに幽閉されてたのか。